本日は大阪文化服装学院サマーコレクション、ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ナビゲートは私、小早川秀樹がお送りいたします。それでは本公演のステージ内容をご案内します。本日は3月のスプリングコレクションで発表予定だった各学科の終了作品をご覧いただきます。ファーストステージはファッションクリエイター学科クリエイティブデザイナーコース3年による2年次マイコレクション。セカンドステージは今年2月に行われました卒業コレクションのダイジェストとして、特別に各学科の卒業作品を披露いたします。そしてラストを飾るのは、世界に通用するデザイナー育成を目的としたスーパーデザイナー学科4年による3年次個人ブランドコレクションです。それではお待たせいたしました、大阪文化服装学院サマーコレクション開演です。ファーストシーン、クリエイティブデザイナーコースマイコレクション。ヘップ5オリジナルファッションコンテストでのグランプリをはじめ、数々の国内メジャーコンテストで入賞を果たしている3年生のコースです。
セカンドシーン卒業コレクション。今年2月の卒業コレクションで発表された各学科の優秀作品のダイジェストです。ファッションクリエイター学科では本年度よりオートクチュール&舞台衣装コースが新設されております。
ラストシーン、スーパーデザイナー画家個人ブランドコレクション。在学中から学生一人一人がブランドを持ち世に発信していく、大阪文化が誇るオンリーワンの特別画家です。
am not regular. I will not give you regular.I will not give you regular.以上をもちまして大阪文化服装学院サマーコレクションを終了いたします。皆様本日はご視聴いただき誠にありがとうございました。I'm not regular. I will not give you regular.